曲に変えてるので見せてもらえます。みんながそこじっと見てたら変やで。お前入れ替えるだけみんなこうやって次何かな。みつきちょっと譜面台高くない？みつきちょっと譜面台高くない？素敵なお顔が見えないよ。オッケー、そこ閉めて。あと1分半ぐらいかな。じゃあぴったり2時になりましたがいいですか？はい、はい、行きましょうか。またじゃあ合図出しますね。
皆さんこんにちは、マンスリーコンサート第2部高校バンドでございます。そして風神の上野とチャンピオンの西田です。はい、というわけで何のチャンピオンかと言いますとですね、先ほど部室内で行われました第1回手押し相撲大会のチャンピオンでございます。どうもどうも。というわけで、この勢いで頑張っていってほしいんですけども、先ほどお送りしました曲はディメンションズインブルーでした。はい、というわけでですね、中学バンド、そして中高バンドともに、力強い演奏ありがとうございます。しかし、僕らもですね、それに負けないような演奏をやりますので、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで早速続いての曲紹介お願いします。それではお聴きください。 The First Step。One, two, three.
ザ・ファーストステップをお送りしましたストリスト紹介します。大手の作詞石井優也、夫の子元村健人でお送りいたしました。さあというわけで何か雑談でもしようと思うのですが、ついこの間までですね、高校3年生の方々は、修学旅行に行っていたということで、高校3年生の皆さん修学旅行どうでしたか？楽しかったです。はい、とても楽しかったようなんですけども、実はですね、我々高校2年生もですね、その同じ時期に修学旅行行く予定だったんですけれども、あいにくこのコロナ禍の中、延期という形になってしまいました。本当なら修学旅行でワイワイしているところを教室の中でワイワイするという結果になってしまったんですけれども、それでもね、ちゃんと修学旅行に行くということは決定してますので、それまでね、勉強そしてこの部活も両立して頑張っていきたいと思います。それでは早速続いての曲参りましょう。お聴きください。 Rain Date。
見せましたソリストを紹介します。オーマレットサックス長谷川隼人、オーティアの本家西田祐一でお送りいたしました。さあというわけで、またなんか雑談でもしようかなと思うんですけれども、はい、まあ、またまたついこの間ですね、今は大学1年生のですね OB の方々が、部室に足を運んでくださいまして、我々の過去のマンスリーコンサートの映像を見てくださったんですが、なんとそれでですねとても上手だというふうに言ってくれました。嬉しいね。はい、というわけでですね、まあ、それで有頂天になることもなく、まあ、この言葉をバネにまたどんどん頑張っていきましょう。そうですね。はい、というわけで、早速続いての曲に参りましょう。2曲続けてお送りします。ハーフムーンストリート To You。
ハーフムーンストリートソリスト、トランペット太田翼、トロンボーン本村健人、続きまして Do You ソリスト本村健人。実は僕っすね、今日お昼の練習ちょっと漢字検定で抜けておりまして、漢字検定でちょっと問題を見つけてしまったんですよ。ある致命的な問題、それが女性多すぎなんですよ、女性が多すぎて。ちょっと右から順にいくと、女性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 、俺女性なんですよ。そうなったら僕試験中に、あ、このドキドキは女性に対するものなんか、それとも検定に対するものなんか、ちょっとわからなくなっちゃいまして、まあ、それで無駄に時間を取られたわけなんです、ね、そんな、ね、年々対女性スキルが下がっていってる僕のお話でした。では、マジック、次の曲、マジックリーザチキン、続けてお送りいたします。
ザチキン2曲続けてお送りしました。ソリスト紹介します。1曲目マジックフリーのソリストはオンピアのホルテ西田雄一、オンピアのカッツク藤本生まれ、
2曲目、ザ・チキンのソリストはオンバリトンサックス、木下より。オン・ドラムス、暴れまくった上野由紀でお送りいたしました。さあ、というわけで、毎度のごとくですね、時間が経つのも早いということで、続いての曲で最後の曲になります。なので、先にソリストの紹介いきましょう。オン・トロンボーン、本村健人。イエーイ。オン・トランペット、岡本芳隆でお送りいたします。本日は我々の演奏を聴いていただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。それでは最後の曲に参りたいと思います。エイプリルインパルス。ワン、ツー、ワン、ツー。
Thank you.
から。これだけ戻してくれ。
書き直せんじゃん。はい、OK です。はい、これって何て言うんですか。どれ、これです。前にある、どれ、前にあるやつ。はい、あ、オッケー、抜いてください。これ電源消していいですか。はい、家の箱の横に家の箱、え、本くらいない。家の箱に横に置いてるスタンド、あったことに気づかないけど、ラジオ持っておいていい。青いやつ、はい、あ、青はまだ、青は一番最後です。青は一番いい。あ、そうなん。じゃあそのレコーダーちょっと持ってきてもらってもいい？ごめんね。紐ここあるよ。多分そこじゃ足りんから。また PA ボックス。PA ボックス。ありがとうございます。長いやつ何個かあるよ。スピードアップしてきたね。また青の箱に入れな。どれ行くの、リコ。